まあそうですね、頑張るぞと思いながら現実はもう努力してもこう結果出ない出ないやな、もうダメかな、もうダメかもしれない、ダメかもしれない、でもなんか頑張ろうかな、おーでやってるとある時バッとこう来るんですね、このギャップがありますよね、このギャップが。イメージはこうなんだけども現実的には結果出てない、ダメだな、東京勉強してもチラシやってもネットショップやっても効果出ないな、ところがまあで大変な人はもうやめた、あやっぱりやめたですよね。ところが努力し続けた人がある時バッとこう来るわけですよ、これを何曲線って言うでしょう。学習曲線とも言ったりするらしいですね。あとはどうでしょう。成長曲線、成長曲線と言ったりしますし、あとはどうでしょうかね。成功曲線って言ったりですね。まあいろいろあるんです。成功曲線、成功曲線を描こうっていうですね、まあこの辺ね、我慢してでも努力間違って、まあ努力戦略が間違ってるとね、いくら努力してもダメなんですからね。これはね、ここはだからね、自己啓発系のもう限界なんです。やればできるって言ってますけどね、思考は現実化する、思ったことは叶うんだってね、これはね半分そうです。本当思って、いやね、ダメだと思ってる人はやっぱダメですわ。ダメなんですけどね。ところが大元が間違ってたら、できるできると思ってるんですよ。さあ、できないですよね。例えばですよ、カップラーメンで日清食品を倒すんだって、ね、できるできるできるって1億10億回唱えても無理ですよね。弱者がやろうとしてるんですね、勝てない。そんなことは最初からやろうとしてることが間違ってると、だからそれをやめろと、やめて粉から作ろうぜと、これが正しい戦略じゃないですか、高圧のね、それはね、やる気、自己啓発系というのはそれはないんです。思ったことがあったら、いいじゃん、頑張って、褒めれば相手が育つわけですね、間違ったことずっとさせるっていうか、まあね、それはもう別にそれは講師、コンサルの責任じゃないからね、あれなんですけど、だから好きなことをやれば成功するってね、よく言ってますけどね、好きなことをやれば成功することもありますよ。だけど戦略的に間違ったら敵に勝てないんだから、勝てるはずないし、お客が嫌だって言ったらダメですからね。だからそこに、だから戦略がいるんです、戦略が。特にビジネス系、経営系の場合は、経営戦略がないと、心理学とか自己啓発とか、そんなのダメだと、100% 成功しません、趣味とかだったらいいんです。趣味とか人間関係だったら、ウキウキワクワク、相手のためにギブとかね、言ってればいいんですよ、人間関係とか。でも経営っていうのは殺し合い、戦いですからね、戦略がいります。戦略が分かる自己啓発、講演家。もう実は私今目指してますしですね、もう経営戦略系の話をするのは今日で最後の話、もう明日からやればできるっていう講師ですね変わりましてね、ただこのね、知ってますかこのことみたいなねことが言える、アンソニー・ロビンスンですね、実はって言ってもあんま知らないね、まあ、知らなくていい、あんな騙しマルチ商法の人間はですね、どうでもいいんだけど、成功曲線、石原明はこれをね、商標登録取ってるんですよ。成功曲線か、まあどうでもいいんですけどね、これを勝手に使って本出したりするとあいつから、罰金が来ますね、という心の小ささはないやつですけど、これは、顧客、まあ、ライバルですね、これ自社、顧客、ライバル、自社という感じなんですね。要はお客さんのニーズ、もしくは市場ですね、市場に対して自社は、こんなことができますで、こんなことやってると、お客のニーズとね、ここね、重なってるという感じですね。で、ライバルも大体同じような業種の場合は、いやー、うちもできますよって言って、で、一番競争が激しいところってどこでしょう。ああ、まあいいや、まあ A としましょうね、B としましょうね、C と D とですね、商売はどこでやるのが一番理想的でしょうか。C。自社にとって一番いいところは C。あれ C だと思う人。ですよね。
はい、これ C っていうのは通称なんて言いますかね。強み。強み、うん、他の言葉で言ったら、あ、なんで C がいいんですか。なんで C だろう。敵がいないから。敵がいない、そうですね。お客と自社だけの関係ですよね。だから独占状態です。ブルーオーシャンですよね。ブルーオーシャン、はい、レッドオーシャンってのはどこですかね。で、A ですね。A ですね。はい、まあ自社と誰かが戦っているところ、まあここですけど、自社とライバルが戦っている。で、ここはまあ顧客不在ですよね。はい、これ戦っても、ですかね。歴史とかですね、戦略、あの戦い系の欠点、孫子の兵法の欠点はこれなんです。これとこれだけなんです。これ分かります？戦いっていうのは顧客不在。だから孫子の兵法ばっかり練習、あの勉強している人はなぜ経営がうまくいかないか、顧客志向がないです、ね、だから孫子の兵法ばっかりやってる人は話半分で聞いておいた方がいいですよ、ね、顧客目線がないんでね、うん、まあそんなメモしなくていいんですけどね。今日教えてもらったんです、名古屋のこのコンサルタントの、あの岡さんにね、ランチェスターと孫子の兵法だけのコンサルタントがいるんですからね。他は何もできない。あとリフォームのことはできるけど、そういう人間がランチェスター戦略と、まあ、いわゆる一般的な戦略と孫子の兵法の違い、カルさん何か知ってますでした。分からん。孫子の兵法は敵と味方だけの戦い、まあ戦記ものはみんなそうだ。お客がいないと、お客の視点が全くない。なるほどね。そのまま経営では使えませんし、なるほどみたいな。で逆にこう浮き疑惑、お客のためにとか言ってるような連中には何が足りないですか。ライバルがいるってことは足りないですね。そういったライバル感覚がなくて浮き疑惑だけの人間っていうのはなぜ勝てないか。さあライバルのことを考えてないからですよ。そりゃね、自分より上のやつはもう次々に出ますからね。それはライバル対策を常に考えておかないと、自分だから自分が好きなことをやって、ウキウキワクワク、相手のためになることをやればいいっていうのは、それは自分と客のことしか考えてないんですね、それはもう傲慢ですよ。俺がすごいというだけのバカ人間でね、お前よりすごいやつライバル山ほどいるっていうこと、世間にはですね、山ほどいると。まあ実態だからこのライバルっていうのはもうすごいことになってるんですね。もうすごいことに、大体こんなんなってですね、もう訳わからん状態になってるんですよ実態は。で、客から見たらですよ、客から見たら、それあんた頑張っとうてね、よくね、もう経営者ね、頑張ってますとかいう言葉で、ね、使ったらダメですね。な、当たり前じゃん、関係ないじゃん、頑張ってるさ、お前のことでね、関係ないって。だってね、客候補、客から見たら全然響かんよって、やべだってないやつ。いや、頑張ってるんですけど、いや、関係ないみたいなね、客には到達していませんと。ただ、客から見たら、あんたよりもね、他にライバルっていうかね、どうやいくらでも居酒屋あるよと。あんたにいいところが、安くてうまくて接客がいいところいくらでもあるよ、頑張ってますね。で、バカっていうのは自分しか見てない、で、目の前の客しか見てない、ライバルの、まあ、比較権としてないよね、だからいつまでたってもダメですね。ウキウキワクドキドキ感謝だけの人間だったらダメですね。敵前調査を全部やった上で、あ、これは勝てない、あ、このライバルには勝てない、で、この場合だったらこのお客の役に立つというのをこういかに見つけるかですよね。いかに見つけるか、だからこれ C ですよ。これいかに見つけるか。ところがこうアホがですね、 C 見つかった、やったって言ってですね、僕は成功したって言うですね、成功した実業家がですね、講演始めるんですね。なんか取材が来るんで、マスコミが来るんですよ。僕はこうやって成功しましたって、ね、もうバレバレですね、ライバルですね、そうやってもうすぐダメになります、ね、だから成功しても表に出ないと、ね、我々コンサルタントに聞かれても言わないと、なぜ成功したか。これが本当はあれですよ、マスコミ取材が来ても嘘言う。ああ、だからね、この近くの岐阜の未来工業って知ってるっていう人、岐阜の未来工業、ああね、あのこのコンセントのこの裏にですね、こう配線がこう来てですよ、その配線をこう、まあ、整理する単なるプラスチックの箱なんですかね、1個100円ぐらいですよ、これで日本のシェアが8割ぐらいですね、もう9割近く取ってる、年商220億、経常利益が20億あるという会社なんですけど、まあ一つの理想はそうですね、要はですね、
あのおっさん山田さんね、偉そうに講演しまくってますけどね、あの講演聞いたことあるでしょ、山田さんの。もしくは本を聞いたことがある。いや、なんで成功してるか知ってるって人、あ、どうですか。はい、なんで成功したか、未来工業が。だけ丸振りされる、絶対違うんですよ。いやいや、言ってください、言って。え、公園であの人がいつも言ってること、ガチャ成功した。あそこ有名なのは残業なし、海外社員旅行全員出す、アスレチック使い放題、なんだ、もう休みはもうしっかり、日本中休みようとかですね、あとどうでしょう、ケチ、もう電気がね、こう座ってたらこれ電気全部消してるんですね、とかコピーも全部裏使うとかですね、うん、ケチケチ式休みよう、もう社員にとってはもう天国みたいなんですね。要はこれだけやってるんだよね、社員がアイデア出してうちはナンバーなってるんですよと、大体そんなふうに聞いてるんですよ、イメージ的に。そうでしょ、ね、もうすごいタヌキ親父ですからね。ああ、それはその通りです。その通りっていうか、今結果の話してるわけですよ。今は勝って、いや、まあ、まあ本音言いましょうか、あいつに代わって私が本音を、ね、勝てば官軍隊と、敵おらん隊と、だからもう、ね、うちがもう休んだって、うちに発注するしかない隊と、このバカがみたいな。ああ、なんか休んでもな、まあね、儲かっとるした、市場シェア8割だした、独占やした、あ、まあ、偉そうなこと言って、ね、あの人いつも下着姿で仕事してますからね、まあ、捨て得みたいな感じですけどね、あれなんだ、俺に頼むしかないったよこのバカみたいな、っていうのをまあ抑えて、いや、やっぱりね、社員第一主義ですから、そのお客様からはもうあの本線やね、よくあるね、結果の話じゃん、今してなくてね、今こんなふうにやってます。で、社員第一主義で、ね、ケチを徹して金を使わずにちゃんとやっていって、ね、金を貯めて、あとはまあ休みを極力多くして、そうすると社員の発想力が増すんで、ね、素晴らしい商品ができるんだってね、言ってますけどね、あれ本当ね、嘘つき野郎でしてね、なんで成功したか、なんでそんな休みが取れるかということですよ。なんで、もう今私言いましたよね、事業者や、まあ、ほぼ 100% 独占してるんですよ、うちから買うしかないんですよ。だから年末年始めちゃくちゃ休み取ったって、もうお客さんの方が、わあ、もう休みですか、すいません、その前に発注お願いします、届けてくださいまでの状態にあそこなってるんで、いくらでも休んで OK みたいな、敵だらけだったらそんなできないはずないでしょ、要はあそこはですね、創業10年目ぐらいまでにこの市場なら勝てると、当時の松下電工しかライバルいないと、松下電工何兆円の会社からしたら第1位でこれ200億ですからね、売り上げが。というか全体の市場は300億しかないんですよ。何兆円、1兆円企業の松下電工から見たら200億ぐらい。へやないか、こんな。どうでもいいかないの途中でね、前はまあどうでもいいって捨てたんですよ、松下電工がね。それで多分ね、最初から分かってたんですよ、山田さんは。そこがすごい戦略家だったんですよ。これしかないなって。ね、行ってみたら、あいつらさ、ね、もてはやされてるし。